復帰検定沖縄ここから突撃復帰検定。沖縄の日本への復帰を記念して、当時学校では復帰記念グッズとして子どもたちに文房具が配られました。あったね。文房具に印刷されていたキャラクターは次のうちどれでしょうか。3番。あ、早い。3番ですね。ピースマークって言った。あ、もう正解です、うん、とかニコニコマークとか言った、うん、もらった下敷きとか筆箱とかかな。また流行ってて、うちの兄貴なんかも本土の学校に行ったんですよ。たくさんシールを持ってきたのを覚えてる。その時はね、最初は黄色ばっかりだったのに、いろんな色が後出てきたよ。緑だったりピンクだったり、でも黄色が本物っていう感じがしてたよね。そうなんですね。体験でした。